本多忠勝ら徳川の精鋭と三国時代の雄五軍が激突。激闘の中で彼らは分かり合い協力体制を取ることとなる。これは両軍にとって渡りに船であった。突然現れた不思議な武器呂布の凄まじい力。この世界の謎はあまりにも多く不可解であった。両陣営は現状を鑑み、味方は多い方がいいと判断したのである。そんな中、五軍の偵察部隊が情報を得て戻ってくる。暴君董卓がとある村で暴れているという。徳川と呂の連合軍は民を救うべく村へと急行した。どのような事情があるかは知らぬが、民を傷つけ略奪を働くとは許せぬ。急ぎ董卓を倒し民を救うのだ。皆進め、董卓を倒し民を救うのだ。民の中にも戦っている者がいるか。あっぱれな心意気を死なせてはならん。董卓様の命令だ。食料を根こそぎ奪ってやれ。反乱軍に協力する民は飢え死にだ。董卓、史書に書かれた通りの暴君のようだ。ああ、民を敷いたのは父肉林にふける、かつ悪逆非道な男だ。俺たちから食料を奪う気だ。そう、ここまでよく耐えてくれたわね。私たちが必ず守るから安心して。ありがとう、助かった。もう大丈夫です。安全なところへ避難してください。お礼を言えばいいか。うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。しかし、先ほど敵兵が言っていた反乱軍とは一体。直政、生産、ここで決める。平八、これにあり。はWhat?
Well, thank you. Thank you for your time. ついお二人ですね。度が過ぎる気もしますが。私は幸せだ。
わしは帰るぞ。信長め、面倒なことをさせおって。信長と聞こえたが、なぜ董卓がその名を。本当にありがとうございます。助かりました。無事で何よりです。ここは我々に任せてください。よし、民を救うことができたな。あとは敵の残党を追い払うだけだ。董卓はもういないの？また悪さをして帰ったのかしら。早く探そうの。マロは帰って蹴鞠がしたいの。みんな、董卓を探して。邪魔する人は徹底的に痛めつける。空手だと？まさか民を追撃するつもりか。城内に乗り込もう。敵の援軍を断つにはそれしかない。まあ門が閉まっているのね。困ったね。では門番に部位を示しましょう。彼らの戦意をくじき門を開けさせるのです。敵者は打ち取ったり。よろしくお願いします。はい。お前こそ真の三国武将だ。到底叶わない。覚悟。うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。よくぞ董卓を追い払ってくれた。敵の敵は味方、そう思ってよいのか。敵味方の問題ではない。その疑心に共感したのだ。これより我らは同志、共に海の輩を打ち払おう。董卓殿、どこに行ったの？まさか残っているのは配下の兵だけで。ほんと自分本位な男。槍にかけ、来たれ水流。もう開けますから、身内だけは。させてもらう。背中を見せれば恥だが、やむを得ん。おお、その力で世に正しきをなせよ。
な知略に挑もうとは無謀だな。撃ち取った。戻って策の練り直しだ。我が知略に挑もうとは無謀だな。邪魔はさせん。足だが応援。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。東卓軍の残党だな。民の安寧のためここから出て行ってもらう。平八これにやれ。もしかして東卓殿はもういないのかの。そのようでなら、あの人のため私たちがここを地獄にしてしまいましょう。あの人が怒るかしら。この状況きっと喜ぶわよ。当格、そして奴の裏にいる信長という男、一体何を考えている。我らの疑心を一つにしたことで武義の輩を打ち払えたな。それにしても忠勝殿、あなたもここに来ていたのか。孫権殿もこの世界では初めてお会いしますね。この世界、お前たち何か知っているのか。我らは霧に迷い、気づけばこの妙な場所にいた。事情がわかるのであれば教えてもらいたい。この世界に来たばかりということか。ならば劉備殿と謙信殿のもとへ案内しよう。二人は盟を結び、この世界で信長と戦っている。俺たちはその下で力を尽くしているのだ。信長か。董卓もその名を口にしていたな。わかった、すまぬが案内を頼みたい。この馬毛騎、何者にも屈しはせんぞ。軍神の娘、菅銀兵、非力ですが頑張ります。義天下に示さん。よくぞ来てくれた。孫悟の皆には改めて名乗る必要もなかろうが、私は劉玄徳。謙信殿と盟を結び、信長に対抗する軍を率いている。劉備が人心は信ずるに値する。かの魔王との闘争には必要な存在よ。とはいえ俺たちはあちらに比べれば大した戦力も持っていない。世では反乱軍などと呼ばれていますがね。待ってください。あなた方はなぜ信長公と戦っているのですか。それにこの世界は一体。私たちも正直多くは分かっておらぬ。だが
知っている言葉すべて話そう。この奇妙な世界には時や場所を超え様々な人間が迷い込んでくる。何故このようなことになったのか、どうすれば元の世界へ戻れるのか、力を尽くしてはいるものの未だ解き明かせておらぬ。そんなある日、突然織田信長が兵を率い周囲の領地へ侵攻を開始した。この世界に覇を唱える、それができるだけの力を手にしたのだと。信長は瞬く間に周囲の将を従えていった。奇妙な力であらゆる敵をねじ伏せながら、だがこのような強引なやり方を見過ごせるはずもない。私と謙信殿、そして信玄殿は信長に対抗すべく命を結んだ。信長の真意を確かめるため、そしてかの者が得た力の正体を暴くため。とはいえ織田軍はあまりにも盛況、正直なところもっと戦力が必要だ。よければ我らに力を貸してくれぬか。うん、先の織田軍のやり方を見て疑問を抱いたのは我らも同じ。それにこの世界の謎と元の世界に戻る方法を探らねばならぬ。ここは手を結ぶのが得策かもしれぬな。新たなる盟友を得られし幸運、天に感謝せん。劉備様、謙信様、大変です。武田領が織田軍の侵攻を受けました。敵陣には信長と盟を結ぶ北条氏康、今川義元の姿もある模様。信玄公のもとには雪村たちもいる。とはいえそれだけの大軍相手では長くは持つまい。その通りです。どうか急ぎ救援を。わかった、すぐに向かおう。いざ劉玄徳、大志を掲げすまん。覇者検証。おう硬直、すべてに報いよう。気づけば手元の武器が増えてきたな。より良い武器をしつらえればさらに戦果を上げられるだろう。やはり鮮やかだな。どうしました、俺の顔に何かついていますか。直政殿の鎧は素晴らしいと思ってな。しかしなぜ全身を赤で固めているのだ。目立たせるために着ているんですよ。戦場に井伊家がいることを知らしめる。それでおじけづく敵も出てくるんです。なるほど、俺はその赤を見ると燃えてくる。味方にとっては勇気の、敵にとっては恐怖の色なのだな。あのお言葉ですが、金馬城殿の格好もなかなかのものだと思いますよ。俺の赤以上に目立っています。それでは敵の格好の的です。ですからあまり突出されない方がいいかと。俺の身を心配してくれるとはありがたい。ならば共に突き進もう。鮮やかな二人が並べば敵の目もくらむかもしれぬ。何なんですかその作戦は。核のごとき危うき状況、
皆一刻も早く脱せればよいが。そうだな。だが私は悲観してはいない。剣心殿が盟友としてそばにいるからな。剣心殿は義に戻ることはない。共に大義のもと信じて戦える御人だ。誠に頼もしい限り。剣心も同じ。徳子ならず必ず隣ありということか。この縁大事にしたいものだな。今は味方も増え勢力も増しているが、うん、我ら二人一層協力して皆のため、そして巻き込まれた民のため邁進しよう。ぜ、ひいてはそれがこの謎に満ちた乱の解決にもつながろう。共に敵陣に切り込むぞ。玄徳、真の三国無双、我こそは馬毛記。え、私が真の、俺が真の三国無双だ。天下無双の闘争、これぞ天下無双の義士の証。俺が天下無双か。あ、恥ずかしい。天下無双の部、ここに極まれり。成功したな。よし、会心の結果だ。うまくいったみたい。成功したか。手間の分の見返りはあったな。Thank you.
何者かによって作り上げられた異世界。この地において徳川、呉、上杉、諸の面々が手を結ぶ。彼らは反乱軍を結成し、強大な敵と対峙しようとしていた。戦国の魔王織田信長、彼は北条や今川などの軍友と手を組み、勢力を拡大。次の標的を劉備らと協力関係を結んでいた武田に定める。武田は真田兄弟を中心として織田軍の猛攻を食い止めていた。信長の野心を阻むため反乱軍は武田救援に向かう。武田軍はかなり押されているな。前線で雪村が何とか食い止めているようだが、このままでは危険だ。我らはまだ状況もつかみきれておらぬ。信玄殿に軍略を仰ぎながら対処しよう。雪村、お前をこんなところで散らせはせん。待っていてくれ。早速で悪いけど、別動隊として北上してくれんか。さすれば敵の横っ腹をつけよう。雪村が前線で頑張っているうちに頼んだよ。はい、確認。敵も無策じゃなかろう。伏兵の匂いもプンプンするしね。じゃが大軍を破るには賭けも必要じゃ。信行たち、気をつけて行くんじゃよ。速やかに進まれ。この雪村をしまうわけにはいかない。強残、何を考えているかわからない感じよ。雪村は強い力を持ち、忠実な部下もいるな。あの調子じゃ信奉者にはついていけない。対抗勢力も現れている。ここにいるのは危険だ。魔王から着く救援に参った。雪村、どうしてお前を国の輩に撃たせはせぬぞ。おお、兼続殿、まさかこのような形で再会を果たすとは。暑苦しい人が来た。でもなんかほっとしたにゃ。宿敵、共に闘争の美酒に弱む。虎と竜が一緒に戦うことになろうとはね。これ初めてじゃったっけ。引くしかないか。しかし核の目論見通りよ。あらまあ、張り切ってらっしゃる方。やはりそっちから来るか。伏兵部隊出番だ。親方様の読み通りだ。皆、眼前の敵を打ち破り突破せよ。あんたたちに恨みはないけど、こっちも引くわけにはいかないのよ。平八、これにあり。馬が遊んでやる。これぞ無双。こんなに強いなんて。
字が逃走、天も読みせぬ。悪すぎたか。伏兵は破った。このまま敵軍の脇腹を突く。さては策を承知で飛び込んできたなかなか思い切ったことをする。反乱軍とやらの最後結束はあなたに勝ち。これ将来的に勝ち目がありそうになる。伏兵もやっつけたかね。いや、大攻撃と参ろうか。腹は決まった。俺たちは今から武田につく。角田、これはどういうことです。悪いね、光秀殿。俺は勝ち目のない戦いはしない主義なのだ。裏切りなどもってのほか。角田、ご覚悟。信長の勢力拡大には何か意図があるかもしれない。だがそのやり方は苛烈すぎる。たとえ異界であろうが、私は信じる道を行きたい。皆が互いを尊重し信じ合う、そんな意味したい。それはまさに太平の世です。別の世界にも家康様と似たような方がいらっしゃったんですね。五速長の強さはあなた譲りですね。俺の腕見せてやる。の連中を助けねえとまずい。弟よ、どこへ行くのかな。押し倒しって決まりかな。まだも行くの。俺は過分か。こっちに来た以上、あんたらのため精一杯働かせてもらうよ。今すぐあなたを信用するのはできない。だが力は借りた方が良さそう。話が早くて助かるよ。それじゃ今後ともよろしく。この裏切り、神君劉備殿には受け入れがたいかな。いや、戦いを早く終わらせるにはその力が必要。民や兵が心安らかに暮らせるよう協力してほしい。なるほど、この世界でもあんたは相変わらずだ。よろしくお願いしますね。一緒に頑張りましょう。よろしく。素直に歓迎してくれるのはあんただけだ。さあ、異世界の地獄、一緒に楽しみましょう。おお、その力で世に正しきをなせよ。邪魔は高い。お前こそ真の三国無双だ。あの人がどう出るか見ものね。雪村、感服いたします。なお虎殿、そちならマロと決まってくれるかの。よ、吉本様、すみません、決まりはできません。ごめんなさい。信長様に挑む資格があるかどうか、あなた方の力と信念試させてもらいます。手出してくんなら獅子が牙むくぜ。よろしくお願いします。お任せ。ここは退散するの。俺が背中を見せちゃう。信長様、申し訳ございません。
織田軍はほぼ壊滅した。残るは信長だ。一体どこに行ったんだろうね。信長。急ぎ雪村を救わねば。あっぱれなものの不要の。死ねぬゆえごめん。おお、よくやってくれた。我が前に立つと愚かな。かくなっちまったわ。様のためここは通せません。シュラとカシ止めてみせます。よろしくお願いします。お任せを。はぁ、人が持つべきものではない。ならば力ずくで奪うがよい。あなたは。私はペルセウス。奴の持つ腕輪を取り戻しに来た。信長、お前はなぜ戦っている。英雄なき力に従えるはずもない。よいぞ龍。この信長にその怒りを、力をぶつけよ。行きます。私の知力が破れようとは。その強さ、まさに無双。共に戦えることを誇りに思う。
取りな。これが腕輪の力か。今は引くしかないな。あの者、世の事情を知るいつか吐かせてみせようぞ。信長、逃げられてしまったか。おかげで助かったよ。いや、救援がなかったら危ないところだったね。それにしても信長のあの妙な力は一体。なんか蛇みたいな変な腕輪をつけてましたよね。蛇、人ならざる強大な力、そして時も場所も超えて集った英雄たち。どうも嫌な感じがするね。思い過ごしならいいんだが、ひとまずあの力の謎を探ってみたいね。このままじゃ何度挑んだところでやられちゃうよ。あの腕輪を狙っていた者、ペルセウス殿でしたか。彼は何か知っているのでしょうか。可能性はあるな。話を聞いてみたいところだが、残念ながら行方の手がかりすらない。腕輪を狙っているのなら、信長を探るうちいずれ道も交わるはず。今はできることから始めよう。貫き通すは我が信念。お仕事お仕事。さて行くかね。この手で守ってみせる。なんせは打算で渡るもの。姉上より褒あり。織田軍の急襲を受けたらしい。急ぎ援軍を出さねばまずそうだ。なんと御前、そして影勝様がいらっしゃるのは上杉領の前線基地。我らが武田領を救援する間に攻撃を受けるとは。ならば急ぎ向かいましょう。この雪村、今こそ救われた恩をお返しいたします。私も行こう。剣心殿には世話になっている。家族の危機とあらば力になりたい。おお、なんと心強い。頼みにしているぞ二人とも。仲間が増え、ここも随分賑わってきた。もっといろいろ整備して皆が過ごしやすいようにしたいものだな。ああ、いい考えだ。きっと仲間たちの闘志も高まるだろう。信玄殿、あんた孫子がお好きなんだってね。その早きこと風のごとく、その静かなること林のごとく、侵略すること火のごとく、の飾ること山のごとく。で、知りがたきこと陰のごとく、動くこと雷神のごとしと続くわけだ。孫子の軍曹編だね。どうじゃろう、増えない軍略家同士、兵法について語り合わんかね。申し訳ないが、俺にとって兵法とは実践するものでね。兵は差を持って立ち、理を持って動き、文豪を持って変をなすものなりってあるだろう。千変万化する兵法を語るなんて意味がない。ただそうだな、ウロの争いで実践とあらば、ぜひご一緒したいね。
なるほど。囲碁で兵法を論ずるかね。いいよ。ならば早速参ろうか。雪村はこの異世界でもその槍で運命を切り開こうと突き進んでいる。家も土地もしがらみを守る必要もないこの地で、己が心のままただひたすらに戦っている。それに引き換え兄という生き物は到底弟にはかなわないものらしい。いや、むしろ逆ではないのか。我が兄孫策は気さくで人を引きつける。行動力、決断力に富み、勇猛果敢。弟の私などの及ぶところではない。兄にかなう弟などいない。私はずっとそう思って生きてきたが兄と弟でこうも意見が違うものか。ああ、私にはない視点が新鮮だ。これからも兄の立場からいろいろ教えてくれないか、信行。わかった。こちらこそよろしく頼む。弟の心境を知る良い機会になりそうだ。俺が天下無双か。当然だな。恥ずかしい。天下無双の部、ここに極まれり。劉玄徳、真の三国。我こそは馬毛騎。え、私が真の三国。俺が真の三国無双。この俺が真の三。私こそ真の三国無双ですね。見よ、この孫中坊こそ真の三国無双だ。我こそが天下無双の強者。にゃはん、我こそは天これぞ天下無双の軍略なんてな。真田こそ天下無双の者の不なり。戦い抜こう。困窮する者たちを少しでも救うた。馬毛騎の戦見るがいい。
軍神の娘、菅銀兵。力いっぱい頑張るね。この戦、俺…うまくいったもんだ。我が名は陸白玄。参ります。孫中坊、参るぞ。うまくいったか。正義は勝つのだ。うん、いい感じじゃね。成功したか。軍神の娘、菅銀兵、非力ですが頑張ります。